はい、皆さん、こんにちは。今日は iTunes をね、ダウンロードしたいと思います。はい。Apple のサイトから iTunes ですね。はい。まあ、64ビットなので64ビット版。で、メールアドレスはね、からでもいいんですね。はい。いけちゃいます。で、ファイルを保存。で、まあ、適当な場所に保存してください。少々ね、時間がかかるようですね。終わりました。はい。はい、これですね。iTunes セットアップ。はい、実行。はい。iTunes、次へ。同意します。次へ。まあね、次へ。ではユーザーアカウントが出て続行ですね。はい。で、まあインストールという感じですかね。まあライブラリーの方はね、1テラのハードディスクだったんで、もともとまあ簡単に移行できると思います。まあ iTunes インストールしたらクイックタイムもね、入るんでね。まあクイックタイムで動画をね、再生することはまずないと思います。MP4 もね、Windows Media Player に対応しちゃったんで。Windows Media Player が MP4 に対応したんでね。クイックタイムは動画で音楽の変換ですかね、QT コンバーターを使用して変換するぐらいですかね。はい、今クイックタイムインストールしてますが、時間かかりそうですね。あ、終わりました。はい、ではね、 iTunes ソフトウェアの使用許諾に同意すると。はい、次。まあ、ね、手動で入れるので、というわけでインストールが完了しました。はい。チュートリアルですね。見たことないですね。動画がなんかありますね。iTunes 9。あ、そうか、ライブラリーですね。共有できるんですね、確か。まあ、パソコンがね、2台、3台。ある場合は、まあ、使いたいですね。iTunes プレイヤー。これも全部動画ですね。iPod、iPhone とシンクする。まあ、それが、ね、普及した一番の、ものでしょう。はい。エヴァーでは iTunes の 9.1 ですね。まあ、そういうわけで、使用したいと思います。